香川県内の交通事故多発地点などを調査する総合診断が今日行われました。この総合診断は、道路の安全確保を目的に関係機関が現地を視察し、対策を考える取り組みで、今回、県内の2カ所が診断の対象です。このうち、高松市香川町の交差点は7月に開通した後、車の交通量が増えたほか、出会い頭の衝突事故が発生し、地域の住民が信号機の設置を求めています。現地を訪れた県警や県などの担当者は、実際の交通量や道幅、交差点の見通しなどを確認していました。道路環境は日々変化していくと思われますので、今後要望がありましたら、関係機関と連携して、しっかりとした対策を講じてまいりたいと思います。各関係機関は確認事項を持ち帰って分析し、1、2ヶ月をめどに必要な対策を講じることにしています。